これはフィリップスですね。そうですね、ブルージェイズから今年、移籍しましたフィリップ、フィリップスがトップバッター。そして、一方のロッキーズの先発はダリル・カイル。ダリル・カイルも今年ヒューストンから移籍されたピッチャーですが、勝ち星が7勝14敗と大きく負けが先行しております。そうなんですよ、去年19勝したでしょ、はい、そのピッチャーがコロラドに入ったということでね、今年はひょっとしたら優勝も可能性があるんじゃないかと思ったんですけど、このバッティングならということですね、ところが何でしょう、裏切られているこのダリル・カイル。トップバッターのフィリップス、スイッチヒッターです。昨日の第2戦でツーランホームランを打っているフィリップスです。どうでしょう、おーうまい、これはフィリップスではありません、アルフォンゾが打っております。あー、これもいい当たり、左中間抜けました。やっぱり当たってますね。そうですね、お、これ三塁向かってますか。三塁だ。1回の表のメッツ、これがオーダーです。この後4番がピアッツァ、ハンドリー、マクレー、バイエーガ、そしてロペス、ノモと続きます。5番6番を入れ替えている今日のバレンタイン監督です。そしてショートだとまた打率が上がってきました。オルル、ホームラン15本、打点69と、どうでしょうか。あ、さあ犠牲フライになるか、微妙なところですね。そうですね、スタートは来てる、回り込んだ、アウト。野茂が23試合目のマウンドに上がっております。場所はコロラドのクアーズフィールド、相手はコロラドロッキーズです。1回の表メッツは無得点、1回の裏のロッキーズの攻撃です。先頭バッターはハミルトンです。33歳のハミルトン、ファーストです。ノモが入るですが、最初のメッツの先頭バッターのフィリップスのファーストゴロとは今ちょっとだいぶ違いましたが、しかしまあノモの動きもまあまあですね、いいですね、まあ、まだ2球切り投げてないんですけどね、はい、ボール自体もそんなに悪くないんじゃないかなと思いますよ、はい、コロラドのオーダーです。このところほとんど変わっておりませんが、今日は8番にキャッチャーのマンウェアリングを起用しております。ラストバッターが先発ピッチャーのダリル・カイルです。2番のペレス、スイッチヒッター。このペレスと6番のヘルトン、この2人が23歳と24歳、期待の若手のロッキーズです。センターへ、ワンアウト、ランナー一塁。片やオルルッドが22試合連続ヒットという、ノモはこういうペレスというようなタイプね、今当ててくるようなタイプですね、はいはい、こういうのに苦手としているんじゃないかと思うんですよ。なるほどね、むしろね、力いっぱい振り回してくる方が、ノモとしては投げやすいかもわからないですね、はい、パワーのあります3番のウォーカーですが、3割4分2厘は打撃成績の第2位です。ということは第1位がメッツのオルルッドですから、それに次ぐ成績ということになります。1戦目でツーランホームランを打っているウォーカー、去年はね、カナダで陣として初めてのね MVP 取りましたよね。あ、なるほど、6年目になりますドン・ベイラー監督です。監督はこのロッキーズが初めてだそうです。ちょっと詰まってるが、どうでしょう、サードアルフォンド、アウト。ワンバウンドになるようなフォークボールはまだ1球見せてないですね。そうですね、高めのあのフォークを打たれましたけどね、はい、ハミルトンに打たれ、たペレスですね、ペレスですね、ごめんなさい、2番のペレスに打たれたセンター前です。4番のビシェット、初球打ち入ったんですね、はい、フェアです。
さあこれでペレスが悠々とホームイン。1点を取られました。野茂、これはビシェットのこれはヒット。5年間ですかね、5年間に限るとビシェットトップと、ヒット数はビシェットがトップということになります。31歳、4歳です。タイミングは今外れましたね、完全に、はいはい、だから良かったんですけど、だけど一番怖いところなんですよ。そうですね、ホームラン35打点100、もちろんこのロッキーズの中では2冠です。うん、これもちょっと落としましたか。切れない、あっと内野安打。ヘルトン、6番のファーストのヘルトンです。まだ24歳、若手の一人ですが、あのガララーガがアトランタへ移籍されまして、このヘルトンに出番が回ってきたということですが、立派な成績を残しています。ボールのいった位置ですかね、うん、あっとうまく打ったんですが1、2塁間、バイエガ3アウト。4番のピアッツァ、バッティングの方もだいぶ上向いてきたんじゃないでしょうかね、ピアッツァと思いますね。と、まあ、落ち着きましたね。オフまで凍結ということらしいですね、はい、打たされたという感じです、うん、手打ちでしたね、はい、おっと、しかしこれがラッキー、ノーアウト一塁。ハンドリー、あ、ごめんなさい、5番のハンドリーです。今日は5番にハンドリー、6番にマクレーと、5番6番を入れ替えておりますバレンタイン監督です。ダリル・カイルもあの ところです。とにかくチーム防御率が16位という、とフォアボール、まあ、もっとしますね、はい、それとハンドリーの方がなんか全体的に体が揺れてるような感じするんですよ。そうですか、2アウト、1アウトランナーは1塁2塁で、今日7番に入っているバイエーガ、ね、とにかくメッツにとってワイ、あ、当たりましたか、デッドボールですね、はい、ワイルドカードはこのよ、うん、だけど今年はあれってことは、例えばこのマウンドが合わないとかね、あ、そういうこともあると思うんですよね、はい、さあ併殺コースです。一塁、あっと悪送球、これでランナー入ります。一人か、2人入りましたか、2人入りましたね、したね、はい、2対1と逆転です。2回の表でしょうかね、はいはい、そしてラストバッターの野茂ということになりますが、野茂もメジャーでホームラン確か1本打ってますね。打ってますよ、はい、あの野茂の場合はね、インサイドの、ボールが強いですね、はあはあ、アウトサイドはちょっと弱いですけどね、ええ、これ出てきましたね、野茂が前回のドジャース戦ですね、これはタイムリーヒット、そうでしたね、これ自らのタイムリーになったんですね。しかし残念ながらこの試合は勝ち投手になれませんでしたですが、逆に今度はラッキーです。そうですね、その野茂投手が実はこのコロラドで96年の9月17日、先ほど村上さんのお話にありましたが、ノーヒットノーランを行っております。その時の VTR がありますので、ご覧いただきたいと思います。
ドジャースのユニフォームですね。そうですか、なんか別人のような感じがしますね。非常にね、この時はね、フォークが冴えましてね、2回の表に先頭バッターをね、フォアボール出してから、さあ9回ちょっとその実況がね残ってますから、これでワンアウトですね。最後のシーンです。9回2アウトまでノーヒット、もちろんノーラン。3番のバークス2エンド2、去年のマルティネスに続いてのノーヒッターまであとアウト1つ。空振り三振、3アウト、ノーヒットノーラン達成、野茂英雄。というのもですが、の攻撃です。ランシングから7番バッターです。2割7分1厘、ホームラン5本、打点38。これはファーストのホルルーズの正面でした。調査44号とお伝えしました。これ昨日の時点で前の試合で打ってますが、さあどうでしょうか。ちょっと泳ぎましたが、2割7分5厘打ってますよ。はーはー、すごいですね、はい、打点が4あります、まあ、こういうところでポカをしないでほしいのもです。おっと、ちょっとバウンド変わりました。ロペスからフィリップスからです。このクアーズフィールドは今年 の、 あの7月の初めにオールスターの行われたところでしたね、これも村上さん行かれたんですよね。行きました、はい、まあ大変な試合だったですがね、今年は、すごかったですね、はい、あの久しぶりにねランド戦になりましたね。そうですね、13対8、まあ、ホームランは3本とそう多くは出てなかったんですが、両軍占めて21点、それから史上最多の31安打というようなことで記録ずくめだったそうですが、なんか日本の陸上人なんかもね、よくキャンプで行きますよね。ノーアウトランナーは一塁です。あのしないうちにという気持ちがあったかもわかんないけどね、なんかそのうちにね、ちょっとね、あっと、アルフォンゾヒット。ランナーは二塁ですよね。あ、そうですか。さあ、オルルッドのカウントがワンエンドワン。3球目、あっと抜けたセンター前。さあ、二塁ランナーのフィリップスは回りました。3点目が入りました。あ、オルルッドはこれで23試合連続ヒット。まあピッチャーとしては嫌なタイプですね、こういうバッターっていうのは。結局フォアボールの場合はね。あ、なるほどね、そして5番のハンドリーです。お、初球を打ちました。お、これ犠牲フライになるでしょうね。まあこれはなるでしょう。アルフォンゾがホームを踏んで、この回2点目、4点。お、これは速いと思います。コントロールの悪さがそういうところに出てくるんですよね。ワイルドカードのライバルであります、カブスは1対1。これでニューヨークメッツとロッキーズの試合、これから3点差を追いかけますロッキーズの3回の裏の攻撃です。まあ、当ててくるバッターですから。先頭バッターを歩かせました。こうしてね、ムチのようにこう肘を使ってくるというタイプのピッチャー多いんですけどね、はい、これは大丈夫ですね。レフトの、結局
さあどうでしょう、右中間ライト追いついた、フィリップス。しかしこの回はなんとかこれ切り抜けてほしいですね。抑えなきゃいけないと思いますよ。5番のカスティーヤ、これは大丈夫でしょう。ショートです。今日はショートはロペス。スリーアウト。3回の裏、ロッキーズ無得点。野もピンチを切り抜けました。難しいボールです。レフトはビシェット。相当厚いんでしょうかね。そうかもしれません。コーチですからきっと涼しいだろうというのが我々の考えですけど。いやでもそうでもないですよ。そうですか、オールスターの時はどうでしたか。結構暑かったですね。野も2三振です。出してるというかね、三者凡退。4回の表のメッツは3人で攻撃が終わりました。6番のヘルトンは最初の打席はセカンドゴロ。24歳のルーキーです。抜きました。野茂から初ヒットを奪いましたヘルトン。7打数1安打という成績になりましたヘルトン。まあやっぱり初ヒットっていうのは嬉しいんでしょうね。いいですよね。パワーヒッターのこのヘルトンなんですが、このアウトコースの球を長い手です。よくボールを見てますね。でもね、なるほどね。今日も大観衆ですが、まあ、テネシー大学のクォーターバックとして活躍したヘルトンで、アメリカンフットボールの場合学生 の, あの試合もですね、ものすごいお客さんが入るということでね、したがって5万入ってもそう驚かないというような、ね、でしょうね。もう慣れてるでしょう、そういう面では、はい、これはどうでしょうか。ヒットです。二塁三塁ノーアウト。なっちゃいましたね。はい、どうだ、抜けた。三塁ランナーはホームインですが、セカンドランナーは一塁無理。サードストップ。ランシングはサードストップで1点返して4対2。まだしかしこれノーアウトですからね。1、3塁ピッチャーです。ボークか、ボークですね。ボークです。3点目はボークでロッキーズ入りました。ちょっとはっきり見えませんでしたけどね、どういう、はい、一応サードへの偽投はサードへの偽投をしたんですけど、はい、どういうことですかね。今ワイルドピッチの時ランナーは二塁三塁って言ってた。一塁三塁、二塁三塁どっちだったんでしょうかね。今一塁三塁ですよね。一塁三塁ですよね。ちょっと分かりません。おー危ない。悪くしましたからね。はい、あーピッチャーのライルをフォアボールで歩かせてしまいました。ダリル・カイル、ピッチャーがフォアボールで一塁。さあピッチングコーチは動きませんが、バレンタイン監督は立っていました。これでノーアウト一塁。バントできました。あーこれは絶妙な内野安打。ノーアウト満塁。
食わせるというのが、まあ、理想なんでしょうが、ここで出てきましたが、そうでしょう、まあ、これ一言ですね。あっさり帰りましたね。あ、そうですか、ここでね、ちびっているようじゃダメなんですよね。あと外の球、これはフォースアウトだけ、もちろんホームイン、4対4の同点。おお、これはいいフォーク。これで1点、5対4逆転。もう1点入りますね、6対4。打球が速いですからね、はい、だからグラブを出しても間に合わないんですよ。怖いという気持ちはないですか？怖いっていうのはないですね。そうですか、怖いっていうのはないんですけどね、ただやっぱりあれですよね、野茂の場合はね、投げてから の体勢がですね、やっぱり崩れますからね、ピッチャーゴロを取るのはなかなかね、できないと思うんですよ、はい。バッターは今カスティーヤの時にどうやら盗塁があったようですが、さあこれ交代ですか？下がりますね。交代でしょう。ああ、もう来ます。これはもうあっさりしたもんでしたが、まあしょうがないですね。しょうがないですね、これはしょうがないです。ちょっと早い気がしますかね。ちょっと早すぎますね。今までのデッカーすると予想外という、はい、ベンチサイドも思ってるでしょうね、なんかだからベンチと、トラライト戦、また2人入るか、あっとちょっとジャグしてる、1人入った、そして2人目も、これで8対4となりました。これ野茂の投球内容ですが、3回3分の2 88球で8安打3フォアボール1奪三振、失点が7と。ということはこのイニングで35球投げたんですよね。そういうことですね。先ほどの53球ですからね、しかもここへワイルドピッチが2つあり、それからボークが1つある、で盗塁も1つあるんですよね、はい、この最後の盗塁されたところで交代したんです。そうですね、4回だけですが、はい、そのワイルドピッチは1回も入れると3つと、いうことになるわけですね。あ、これは大きい、これ見送った、ホームラン、左中間が 118.6m あります、クワーズフィールド、その中段、ビシェットのホームランで1点追加、これで9対4となりました。この1点は大きいと思います。なるほど、ちょっとメッツの第18号ホームランのビシェット、これがあるから怖いんですよね。あ、20本。差し込みましたね。しかし、でも大きい。伸びてますよ。取ったか、取った。うわあ、今取らなければあるいは入ったかもしれませんが。いやそうですね。センターのハミルトン、大ファインプレー。いやいや、ライト、ライトでしたか？ライトじゃないですか？そうですか。ウォーカーが取ったような気がしましたけどね。ウォーカーですかね、ライトのウォーカーです。見ましょう。しかし意外と伸びましたね。いや、私はもう本当に定位置のフライかと思いましたよ、ウォーカーです。ほら、取ってなきゃホームランですね、これ。ホームランとね、なるほど、このスコアボードのすぐ左で、私それでセンターと勘違いした、これは右の方にスコアボードがありました。いや、ウォーカーの大ファインプレーです。1本ホームランをピアッツァ損しました。